少年から戦っても絶対に勝てない。きっと私が子供だって油断してるはず。それを利用すればいい。そんなわけで、イロアスちゃんと人間の対決が始まる。避けられない戦いなんだね。3メートルぐらいのムッキムキのマッチョが来たら絶望やで。さあ、かかってこい。じゃあ、こんばんは。夜遅くに悪いね。実は君たちに聞きたいことがあって。説明はいらないみたいだね。うん、大丈夫だよ。親を亡くした悲しみ、俺らは今も忘れない。そんな俺たちを救ってくれたのは、あの人だった。でもあの人は、去年の12月25日からおかしくなった。許さない。これ以上、お前らに幸せを奪われてたまるか。私も同じだよ。あの日にお父さんを奪われた。そしてお母さんも奪われた。私もあなたたちを許さない。あのね、私はヒーローなんだ。悪い人を倒すの。そう、だな。悪い人は、倒さないとな。それがヒーローだ。お互いにとってのヒーローとは何なのか、立場によってヒーローの立ち位置も変わってくるってことなのだ。完全に人間とイロアスちゃんのヒーローは別だもんね。お願いだからイロアスちゃん負けないで。この戦闘での勝者が真のヒーローなんやで。戦い、始めますか。神を否定し落ちた者たちに、裁きを。うっとー、鬼ごっこスタートだぜー。お風呂場に隠れたらいいのか。なるほど、この時のための隠れポイントだったんだ。いやこんなあっさり。まああっさりもいいけどこってりも美味しいよね。いやこんなあっさり。どうにかして、隙を作らないと。ふむ、油断したところをぐさっと行くわけだ。確かにそれが一番勝てる確率は高いだろうけど、急がないともう一人も来ちゃうよ。何のために生まれて、何をして生きるのか、難しいところですよね。いやアンパンマンの歌詞言ってるだけじゃん。でもこんな簡単に負けるんだし、案外余裕なんじゃない？確かに意外とサクッとぐさっとできちゃうのかも。電気のスイッチとその上にブレーカーがある。キッチンの窓は封鎖してるので、夜に消したら見えなくなる。いやこれ絶対大切なやつですやん。確かに、ブレーカーを落として隙を作れそうだね。あれ、あの男は？ああ、見つかんなくて帰ったのか。いや完全にかくれんぼ買っててわろた。つまりイロアスちゃんがヒーローってことやで。絶対そんなわけがない。急がないと弟の場所がバレちゃうよ。いやあのその底には本当に一切何も隠してないんです。いや本当に。気づいてないようだ。ぐへ、ぐへへへへ。完全に油断しきってるわね。人思いに、人思いにぐさっとやで。あ、いや何してるのお前。違うの攻撃の仕方がわからなかっただけなの。まあ風呂に隠れたらいいんだろう。言った。この状況で風呂に隠れられるわけがないだろ。せっかく攻撃のチャンスだったのに。いやでも考えてもみてよ。そんなあっさり終わっても面白くないでしょ。動画を盛り上げるための演出だったやで。さすがやで。命をかけた戦いで遊んでんじゃねえよ。よし、逃げ切れたみたいだな。いやマジあいつちょろ、ちょろすぎてさすがのアベルさんもびっくりだわー。さあ、やるのよ。この手で、やるんだ。うん？お前、何がしたいんだ？何が？お前の行動が理解できない。さっき電話に出た子供、そこにいるんだろ？なぜ、逃げ場のない場所に隠す？家で立てこもるより、逃げた方が生き残れる可能性があったはずだ。それに、その包丁、なぜそれを選んだ？俺を殺す絶好のチャンスだったのに。何を企んでいる？私はただ、ヒーローになりたいだけ。だって、ヒーローは絶対に勝つから。お前は俺に勝てると思ってるんだな。うん、あなたには、勝つよ。だって、あなたは、ヒーローじゃないから。あの人がおかしくなったのは、お前のせいか？さあ、わからないよ。私は会ったことも、話したこともないから。名前は、知ってるけどね。くそ。おいおい完全に立場が逆転しちゃってないですか？イロアスちゃんマジ強え。これならイロアスちゃんが負ける心配はなさそうだけど、本当に、これで良かったのかな。とても怖いけど、でも信じている、あなたなら、手を差し伸べてくれると。この手紙も縦読みをすると、として？1枚目から繋げて読んだら、私を、人間、
として、なんだかもう4枚目の予想がついちゃうやで。いやだー、バッドエンディはいやだー。まだわかんないよ。ここから怒涛の逆転劇が始まるかもしれないじゃん。そうだよな。だってヒーローになるんだもんな。ヒーローは最後に勝って、笑顔をみんなに届けるんだ。償いの時だ。人間が言ってたあの人ってのがこの人物で、12月25日を境に変わってしまった。その日の真相を探らねばだな。ネバネバやでー。コーヒーメーカーがある。12月25日に飲んだコーヒーは味がしなかった。で、前回は25日の日記が読めなかったんだよね。さすがにもう読めるようになってるでしょ。だから読めよう。とんだヘタレ野郎だな。重要な書類は12月25日に全て処分した。あなたの日記を読めば絶対に真相がわかるやつじゃん。イロアスちゃんの正体も、なんとなくの察しはついてるんだけどね。あることに対しての感謝の手紙だ。12月25日にも、たくさん届いた。その日にイロアスちゃんの一族に対して、この人は何かをした。まあ、感謝をされてるってことは、そういうことだろうね。イロアスちゃん一族がどう思われてるかがわかるね。12月25日に壊した。いや、パソコンを自分の手で壊すって何考えてるんどすか？パソコンは命、これマジだから。パソコンの前から離れないあんたが言うと説得力があるな。あの子を、イロアスを助けに行く。これが、あの子の願いだから。さてさて、面白くなってきましたね。ここからの展開どうなるんだ？あの人は手負い、こっちの方が有利。だから、今度はこっちから。おいえい、なんだいなんだい、まさかもう一人の人間か？そういうわけではない、のか。びっくりするやで。気をつけて。いやマジ小鳥さん天使ですわー。めめと小鳥さん入れ替えちゃう？あ、それはいいかもね。おい急に何を言ってるやで。お前が見てるアニメのネタバレを今ここでしてやろうか？いやほんとそれだけはやめてください。いない？ということは、この下に。あれ？開かない。あの人か。どすえ？なになになに？え？暗くて、何も見えない。早くここから出ないと。え、急に何？待って時間がないよ。じゃあ避けます。助かったみたいやで。物音がしたと思ったら急になんなのよ。そうだな。じゃあ何もしない。何が起きてるの？もうこれなんでもいいんじゃね？マジで何なんだよー。どういう選択だったんだ。いわゆる覚えゲーってやつやで。ふ、完全に覚えたぜ。まず最初は何もしない？多分あいつが近づいてきてる音なのかな。まだ大丈夫。じっと、待つのです。あ、待って殺さないで。ああ？足、ぶつけた。もう、脅かさないでよ。いや全然ビビってないけどね。足はガックガクやで。これは避ける。危なかった。あっちも見えないはずなのに、正確に狙ってきた。何か道具を使ってる？ねえ、そっちだけ道具使うのはずるいよ。正々堂々、戦おうよ。大人っていうのは卑怯だからな。近づいてきてる。何も見えない。見えないけど、どこにいるかは、それのおかげでわかるよ。この暗闇の中で戦闘が始まるの？マジアンベイって。イロアスちゃんの目が赤く光ってる。これもその種族の特徴なんだろうね。その何をしたらいいんですか？暗くて何もわかんないよ。いずれ暗さに目が慣れるやで。目が慣れた時には決着がついてるんだよ。やばいやばいやばい。ふむ、背後を取って近づくわけではないのか。つまりこの部屋に何かがある？何も見えない状況で部屋を探索するのか。多分この部屋から出る手がかりを探すんだよね。おっとこれは？特に何もないんかーい。急いで別の場所に移動よ。あいつの攻撃範囲がわからないやで。探せる場所はありはするんだけど。特に何もないばっかりじゃねえかよ。そんなことなかったですわ、おほほ。何か道具があれば壊せるみたいだね。てかここ、キッチンだよね。むむ、何も見えないけどキッチンだね。つまりキッチンということは？そうそう、キッチンということは？そうか、キッチンということは、何ですか？工具箱の入った棚があっただろ。そうだった、思い出した工具箱だ。確かここら辺にあったと思うけど。おっ。きたきたバール来たー。これを使って洗面所のドアをこじ開けるのよ。いや、直接殴れば解決か？確かに、それが手っ取り早いな。
早くお願い後ろまで来てるの。助かった。一応、助かったのかな。はぁ、マジであの空間怖すぎる。これで、とりあえずは。え？あ、お？嘘だろ。イロアスちゃん。いや、待って。言ったでしょ？ヒーローは絶対に勝つ。だから、あなたは私に勝てないって。は、はは、は。だと、俺が、ここで、死んでも、あの人が、アベルさんが、お前、たち、を倒す。え、僕ですか？あんたまさかイロアスちゃんを、最低やでアベル見損なったやで。違うんです、アベルさんは確かにアベルさんでも別のアベルさんで、ぐすーん。ついにイロアスちゃんは人を殺めてしまった。でも、仕方なかったんだよ。自分を、弟を守るためには、次回のアベルさんに期待です。